杉山公平は、静岡県静岡市出身の元プロ野球選手。円月打法という独特の打撃フォームで人気のあった、職人的左打者。シーズン154試合出場は、飯田徳次、佐々木真也と共に日本対記録。静岡商業から、静岡市藩、先週代を経て、1952年に、近鉄パールスに入団。 本格的に野球を始めたのは先週代に入ってからで、それまではテニスをしていたという変わり種である。近鉄時代は、秋田武雄監督と確執があり、不遇を囲った。打撃理論が合わず、キャンプ中に論争した挙句、荷物をまとめて、家に帰ってしまったという。しかし、山本和人がその素材に惚れ込み、1954年オフに、南海への遺跡を打診。 近鉄は、同じく、大阪の球団である南海への直接の移籍には、難色を示したが、一旦、高橋ユニオンズへ移籍し、高橋から南海へ譲ってもらう形で南海へ移籍した。いわゆる、三角トレードである。1955年、新天地の南海で、杉山は打率、278、16本塁打、90打点をマークし、チーム最高打点を挙げた。 この年は一塁種としてベストナインも獲得した。翌1956年からは外野種としてプレー。同年には打率303、93打点をマークし、この年もベストナインを獲得。1958年は打率299。1959年には打率323をマークし、首位打者に輝き。 二年連続四回目のベストナインも受賞する。1961年も打率、321と高成績を残すが、同年オフに阪急ブレーブスへ移籍。当時の難解は、ベテランを他球団にトレードすることがよく行われていたが、これはベテランが衰える前に年俸が上がるようにとの、恩情で資金豊富な球団に放出したものともされている。 なお、鶴岡和とは、杉山の遺跡について、チームは、勝つことは勝ったけれども、チームは、改造を施すべき時期に来ている。世間から批判を受けた杉山君などのトレードも、こうした構想に基づいてなされたものであったと、語っている。阪急時代は、成績は低迷し、1964年に、南海へ復帰。阪急でユニフォームを脱ぐ決意をしていたのを、鶴岡監督と、 南海ファンの作家、藤沢武雄が膝詰めで口説き落としたという、打撃コーチ兼人となった1966年に引退し、翌1967年までコーチを務めた。京都市内で鳥料理店、杉春を経営していたが、現在は閉店されている。打席でゴルフのようにバットのヘッドを地面に向けて垂らした構えで立ち、そこから投球に合わせて、 通常の打撃フォームに戻し、さらにゆらりと前後に何度か動かしてタイミングを取る独特の打法で、当時流行の時代劇、眠り教師郎の演月三法にちなんで演月打法と呼ばれ、ファンからも人気を博した。首位打者を獲得した1959年の夏、北海道遠征の時、杉浦忠の友人が経営するスポーツ用具店に出向いた時、 店内の商品ではなく、倉庫の片隅にあった一本の古いバットを手にすると、気に入った、譲ってくれと持ち帰った。その後、試合でアンダを量産する杉山のバットをチームメイトが確かめたところ、なんと回っていたという。広瀬義則は、とにかくチャンスに強かった。後期に打順が回ると、野村により、凄みのあるバッティングをしたと実感している。 南海トッリーグの派を争った西鉄ライオンズの中軸で同期入団の中西太氏は杉山について職人芸のバッター、勝負師、しのぎを削ったバッターの中では、秀逸な得意な存在だったと語っている。水島真司の漫画、アブさんでは、福岡大ーホークスに所属する同盟の架空選手が影浦康武の後輩として登場している。ありがとうございます。